パオラ・コルテン・レイジは、イタリアの俳優、声優、脚本家、コメディアン、歌手である。13歳で、第2の人気テレビ番組、インディエトロ・ツッタの架空のスポンサー、カカオ・メラビリオの CM ソングを歌って、歌手デビュー。高校卒業後、アルゼンチン人俳優ベアトリー・チェ・ブラッコから、演技指導を受けて、舞台デビューを果たす。2000年に、 知恵寺見そうのフェリーチェで映画初出演。また、コメディアンとしても数々のテレビ番組に出演して、広く、人気を博す。2004年には、シモーナ・ベントゥーラー、ジーン・リッキー、マウリツヨ・クロッツァと共に、サンデモ音楽祭で司会を務める。2005年から2007年にかけては、マッシュミリ・アーノ・ブルーの作の演劇、リ・ユルティーミー・サランのユルティーミーに主演して、好評を博し、 イタリアの59の都市で、計189回の公演を行って25万人以上の動員を記録した。また、2015年に同作が、作者ブルーノによって映画化された際にも主演を務めた。2011年、マッシュミリアーノ・ブルーノ監督の映画、ネッスのミープを疑似ケアで、ダビッド・ディドナテロ主演女優賞を受賞。ソット・ウナ・ボーナ・ステラ、これが私の人生設計。 リ・ウルティーミー・サランのユルティーミーでも同賞にノミネートを果たす。リッカルド・ミラーに監督の映画、感情戦の猫のように、及びバレリオ・マスタンドレアと共演した子供たちではいずれも、ダビット・ディドナテロ主演女優賞にノミネートされたほか、ナストロ・ダルジェント主演女優賞、チャック・ドーロ主演女優賞を受賞している。俳優のバレリオ・マスタンドレアと交際していた時期がある。2011年、 9年間の婚約期間を経て映画監督、脚本家のリッカルド・ミラーニと結婚した。ありがとうございます。